おい、猫やべえぞ。なんだよ。マジで気づいてない？もしかして。は？何の箱どこ？いや、マジでやばいこと起きてるよ。こんな朝っぱらか気づくあげんねえだろ、お前。頭使え。いやいや、朝っぱらかなって。いや、もう昼前の10時だぞ。俺にとって朝なんだよ。いや、マジでやばいこと起きてるから、一回さ、ディオ行こう。ディオでちょっと話そう。早く何が起きたか教えろよ、ツッコミ。あー、待って。そんな焦んなって、そんなに。あ？まあ、上から言ったんだろ。ガミが殺すぞ。焦った方がいい状況なんだけど、まあ、一旦落ち着けよ。あー、俺ここ降りるか、モサだから。そんなんどうでもいいんだよ。早速さ、言っちゃうんだけどさ、猫ってさ、なんかアカウント販売とかしてないよね。してねえ。ほんとにしてない？するわけねえだろ、俺の紙アカウント。下打ちとかさ、そういうこと平気でするやん、お前。だから、そういうアカウント売とかもほんとしてない。してねえよ、クソが。あー、なるほどね。アカウント何個持ってるとかはない。12個。お前、業者やん。変な嘘ついてる。サバーカ回して12個。いや、マジで、変な嘘ついてる場合じゃないんだって、今、ほんとに。ガチだよ、ボケがお前、え？ガチのこと言え。ガチだったら2個。まあ、ツイッターでさ、俺なんかアカウント販売のやつをさ、見てたんだよ。キモ、まかやかじゃん。いやいやいや、別にそう、買うために見せたんじゃなくて、そのなんか情報収集として、どんなのがあんのかなって思って見てたんだけどさ。うわぁ、キモいキモい。で、その中にさ、なんか一つ気になるアカウントがあって、多分だよ。まだ確信ではないんだけど、猫のアカウントが売られてたんだよね。は？嘘だ。え、マジ。え、いや、多分ね、あれ、ガチで、あれ、猫のアカウントだと思うんだよね。なんかね、結構猫がいつも使ってる感じのスキンしかなかったから。なんで？え、だから、お前でしょ？売ったの、お前。売ってないって。俺、売んないもん。だから、嘘つくなよ、お前。本当のこと言えよ、お前。いや、本当だって。お前、調子乗んなよ。そのツイート早く教えろよ、カス。え？なんで？早く教えろっていいから。なんでいいから教えるんだよ、ブス。いや、まあ、教えるのは全然いいけど、売ってんのお前じゃないの？本当に。売ってねえ。はい。ということでね。まあ、この画面が入った時点でね、まあ、気づいてる人もいるかもしれないんですけど、アカウント売ったの俺です。はい。本当にすいませんでした。っていうね、謝罪はちょっと置いといて、今回はですね、キッズのアカウント売ってみたドッキリです。はい。2日前ぐらいにね、なんか猫がね、ツイッターで俺のロッカーつってね、ロッカーの写真を自慢したいのか知らないけど、なんかツイートしてたんで。え？なんこれ？なんかロッカーの写真載せてるやん。俺が代わりに売ってあげよう。みたいな感じで売ることになりました。まあでもね、アカウント販売することは普通に規約違反なんで、できないと。なので、加工画像を作りました。もう消えちゃったけど、このアカウントが売ってたよ、みたいな感じで猫を誘導して、直接ね、DM でやり取りしようかなと。結局売ってるのが俺だったって言った時にね、どんな反応するのかっていうのをね、今回見ていこうかなと思います。早く俺自体が買わないとな。ゴミ化スイッチに奪われる。この紙アカウントが。あ、じゃあそれ言うってことは、じゃあお前じゃないんだ、売ってんの。当たり前だろ。じゃああれな、誰なん、売ってんの。そもそもさ、ロッカーの写真とかなんか出したことあんの？ねえわ。ないの？よし、行け。これ一人乗りな。あ？何やったお前。運転キモ。ねえ、おい、おい。なに、どうしたの？いや、じゃあツイート送るよ、俺、普通に。あ、オッケー、見るわ。うん。ちょっと車で放置しよう。確認してみ？マジだから、これ。あ、ガチじゃん、きっしょ。なにこいつ。猫のロッカーだよね、やっぱりそれ。なんで売ってんの、こいつ。いや、知らないんだよね。俺も、だから売られててびっくりしたんだよね。ミヤド知らないだろ、こいつ。いや、もうアカウント奪われてんじゃないの。どうすんのこれ。普通に、買いに行くのこの人から。当たり前だろ。あ、でもそっか、早めに買わないとな。手取り返す。なんか俺が見た時はね、もう3人ぐらいね、あ、欲しいですって言ってる人いたんだよね。名前教えろよ、そいつのツイッターの。あー、名前、オッケー。おい、ザコ、早く教えろよな。あー、じゃあ教えるよ。早くしろ。黙れ、早くしろ。はい、教えるちょっと。早くやれ。あー、オッケー、送った。何こいつ、フォローめっちゃすぐ帰ってきたんだけど、クソニートじゃん。あー、すぐ帰ってきた？そのツイート見た？どんな感じで書いてんの？フォートナイト引退するので僕の赤を売ります。スキンはこんな感じです。値段は交渉は DM までお願いします。正直、レアなスキン。俺のスキンバカにしてんのか？これ、ザコが死ねよ。なんかバカにしてんの？レアなスキンではありませんって死ね。やばいな、そいつ。あ、もう DM 送ったん？うん。
送っといてよ、あらかじめ。帰ってくるかな。返信来てる。え、来てる？お、やばい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 。やばいやばいやばい。いつもニートじゃんだっちの。一個しかないだろ、頭あるこいつ。一個しかないじゃないですか。え、じゃああんま煽ったりしない方がいいよ、そういうの。煽っていきなりブロックされちゃったらさ、だってこれ、お前取り返せなくなるよ。こんなゴミに敬語使わなきゃいけないか。いや、いや、そうです。ここは慎重にいかないと。こいつ入ってきたんだけど、日本語もわかんねえのか、カスが死ね。マジかよ。え？値段書いてないよね、確かそのツイート。いくらですかみたいな聞けば。え、何円なんだろう。え、これでもし5万とか言われたら買うの。題名だろ、俺のアカウントだぞ。私先に誰かに買われたらまずいもんな。ん？はぁ？なんでこのアカウント300円じゃん、キモ？激安やん。死ねよ、もっと高く売れや。買えば300円なら別にいいんじゃね。買いますって送るか。よし、送った方がいい。300円ならまあね、その財布に入ってるお金で買えるやん。はぁ？煽ってんじゃねえや。ね？え、どうしたんどうしたん。あ、これ買う人いるんですよ。キモくね。やばいな、相手なんか喧嘩腰だな。この住所特定したろっか。僕もこの赤ちゃんまだ。え？20円になってんじゃん、お前の赤ちゃん。邪魔じゃねえ。邪魔じゃねえよ。ふざけんなもん。え、猫さ、これさ、相手とさ、直接喋った方がいいんじゃね。ああ、確かに。だから一回なんかフォートナイトのロビー来れますかみたいな感じで言えばいいんじゃね。いけるけど何じゃねえ。なんか相手がなんか切れてんな。喋ろ。きめえな、売ってるくせに雑魚が切ってんじゃねえぞ。なんかあんの？頭使えや。ツイッターだと疲れるので。それいけるか。あ、猫さんこんにちは。はお前、え、いけない、何そんなこと、どうだっていいか、こいつのパーティー行くぞ。アカウント売ってたものです。は、無料にしときますよ。じゃあ、あのアカウントいらないんで。おーもうねえ、シッシッどうしたんですか。いいんで、全然譲りますよ。え、メールアドレスとパスワードはどうしますか。教えた方がいいですか。知っとるわ、もう、こっちの。すげえよ、お前、頭使うつもりじゃないの、編集もおかしいし。いや、そのアカウントはちょっと安いよね。なお前、もうお前次あれやったら殺すからね、本当に。ああ、他のアカウント抜けてっちゃった。まあということでね、皆さんはね、アカウント販売はしないように。はあ、ガチじゃん、きっしょ。何だこれ。うるせえなお前。